全国有数の神楽どころ広島県。県内では200を超える神楽の団体が活動しています。見れば見るほど好きになる広島神楽の魅力に迫ります。広島県内の神楽は地域の特色ごとに大きく5つに分類されています。今回は火場荒神神楽を紹介します。広島県の北東部、庄原市東城町で伝承されている神楽です。国の重要無形文化財に指定されており、託戦、神がかりの神事を今に伝えています。はい、特徴といえばですね、どこもいろいろ勉強してもらいおりますが、やっぱり神がかりのね、託戦の行事を火場荒神神楽をやるということが一番の特徴だと思います。荒神というのは寺もない、そんな時代にやっぱり、死んだ人の魂を尊ぶ、あるいは慰めるというような、ね、意味合いのある神さんなんで、非常に、この地方では貴重な神さんなんだということなんですよね。およそ450年の歴史を持つといわれる火場荒神神楽。先祖を敬い、感謝の気持ちを神楽として舞い継いでいます。